こんにちは、中村春久です。本日土曜日です。私は今、私の住んでいる場所から歩いて10分ぐらいに、場所にある、キアポチャーチに来ています。土曜日、日曜日は、人で、いっぱいです。日曜日は特に、警察が、入場規制などしております。まだフィリピンは、パンデミック中、なので、ほとんどの人が、フェイスシールドをしています。マスク着用は、もう強制になっております。フェイスシールド、マスク両方してないと、入れないお店、入れない場所が、多く存在します。この辺はかなり厳しいです。この辺りは遠方から来る方の、まあ、何ですか、お土産と、販売している、人が多いです。まあ、あとはまあ、路上生活者の方が、多く、この場所は、とても多い場所なので、その方たちが普段生計立てるために、フィリピンの、サンパギータっていう、国のお花ですか、国家っていうんですかね、などを、販売したりしています。ね、今日はまだ、そこまで、渋滞はしていません。先ほど言った、フィリピン国歌のサンパギータですね。皆さん、路上生活者の方だと思います。何人かも知り合いがいるんですけど、今日はいないみたいです。ここは、右手が、右手が、キアポチャージ。